爆撃機。爆撃機は、より多くの爆弾類を搭載し強力な破壊力を持たせた航空機であり、搭載量が小さいものは攻撃機と呼ばれる。爆撃機の代表的な任務は、前線工法の戦略目標、司令部、生産施設、発電所などの破壊である。爆撃機の大きな特徴は大量の爆弾類を一度に投下することで、 大きな破壊力を有していることである。ただ、核兵器のような大量破壊兵器を使用する場合には、こういった搭載量は必ずしも必要なくなり、爆撃機部隊を維持するコストもかかるため一定規模の爆撃機部隊を有しているのは2017年時点で、メリカが死臭国、ロシア連邦、中華人民共和国だけである。爆撃機の命名規則については、 軍用機の命名規則を参照。第一次世界大戦以前の航空用法は一部に爆撃の準備もあったが、主体は地上作戦協力の捜索目的、指揮の連絡、砲兵協力など航空戦略、航空戦術には値しないものだった。第一次世界大戦が開始すると爆撃が蓄じ、試みられた。第一次世界大戦開始時の飛行機はその性能から、 偵察のみに使われ、戦闘には使用されなかった。しかし戦争の進展に従って、特に西部戦線で膠着する、残酷戦を打破する手段を必死に模索していたが、防御側の優位を覆す方法を見つけようと、偵察のついでに、電ガ、手榴弾、昇降警報弾を改造した、手製爆弾などを落として攻撃し、次にもっと大きな爆弾を落とせるような機体が製作されるようになった。 この時代の機体は、複用で木製骨組みに、骨の張り構造が主体で200馬力から300馬力程度の水冷式エンジンを使用していた。単発の小型爆撃機は2 0 0ラムほどの爆弾を積み、戦場の航空を拘束、時速2 0 0トル以上で飛んで、敵戦闘機の補足から逃れていた。発、エンジンが機の爆撃機は、敵の都市を爆撃したが、速度が、 時速 100km を少し上回る程度で敵戦闘機の目を逃れるために主に夜間爆撃を行った。ロシアで世界初の4発の大型へ爆撃機が製作されたのを皮切りに対戦後半にはドイツで4発から6発の重爆 R 級も各種製作された。爆撃機は誕生すぐに防御用機銃を装備していた。イギリスでは魚雷により艦艇を攻撃する雷撃機が 実用化された。長距離爆撃機による夜間爆撃は、戦線より、はるか後方にある都市を攻撃して、非戦闘員である一般市民を戦闘に巻き込むという新しい戦争の形態を生む。1920年代まで軍用機といえども、服用骨のバディが主体であった。この頃の最優秀機としてイギリス、ォーカーエアクラフト社のハートがある。 服用ではあるがスマートな機体に500馬力水冷エンジン1機を装備し2 0 0ラムの爆弾を積んで時速3 0 0トルで飛んだ。1921年航空戦力の本質を構成都市空中からの決定的破壊攻撃を説いたジュリオデュエイタリアの制空が発艦され1927年頃には世界的反響を生んだ。 ドゥエやミッチェルに代表される、制空獲得、制戦略的用地攻撃を重視するには、戦略爆撃部隊の保持が好ましく、1930年代には技術的にも可能となり、列強は文化比率で爆撃機を重視するようになった。第二次世界大戦では、爆撃機が戦争の行方を決定するのに大きな役割を果たした。当時は、 約8トン搭載の B17G や約9トン搭載の B29A が最大級の搭載量であった。1930年代に機体はアルミ合金の全金属製で翼は単用、エンジンは水冷式または空冷製型で千馬力を超え足も引き込み式に近代化していった。またこの時代に爆弾命中率を 飛躍的に高めたた。急降下爆撃機が開発されたこの時代各国とも軽快な単発、または、総発の高速機、時速 400km 前後を製作していたが、アメリカのボーイング社だけは、将来の爆撃機として4発重爆撃機、B-17 を開発した。各国海軍は、大撃が得意な機体を開発したが、日本の陸上攻撃機は、 同位海上にいる敵艦を攻撃するために4、8機並みの 4000km を超える航続距離を持っていた。ヨーロッパの爆撃機は想定される戦場が近いため、航続距離は 2000km 程度であった。大規模な航空母艦を含む艦隊を要する日米英では第二次世界大戦初期に活躍する艦上爆撃機と艦上攻撃機が実用化された。 第二次世界大戦は航空機を主体とした総力戦となった。戦争初期は十分な戦争準備をしていたドイツ空軍ルフトバッフェがヨーロッパ上空を席巻し、同様に準備の整った日本陸海軍の航空隊が太平洋の米英戦艦や地上基地、港湾や工場軍といった主要目標や重要施設を壊滅させた。その後圧倒的生産力を持つアメリカが 多数の爆撃機を生産し、米国機がヨーロッパと太平洋の上空を覆うようになった。イギリスとソ連も特徴ある機体を多数製作し、ドイツを東西から締め付けた。陸戦において単発の軽爆撃機は対地支援に必要不可欠なものとなったが、敵戦闘機の前にはあまりに無力で、戦闘機を爆走した戦闘爆撃機へとととって変わられていった。 英米は大量の爆弾を搭載できる4発銃、爆撃機を次々に製作し、日独の都市や工場を爆撃して、両国の継戦能力を奪った。また、日本近海への空中投下機雷による海上封鎖で生じた国内航路船舶の被害は、潜水艦による通商破壊とともに日本の体力を奪った。これに対し数軸側は4発銃爆撃機を 本格生産できないまま廃戦を迎えた。海では航空母艦から発進した爆撃機や攻撃機が海上戦力として最も有効であることが明らかになり、さらに地上攻撃にも柔軟に対応できた結果、制空権イコール制海権という状況になった。従来の主力であり、制海権を担ってきた戦艦は価値が低下し以後建造されなくなった。また、 潜水艦を探知し攻撃する機能を備えた対戦哨戒機が生まれた。対戦後半は各機とも2000馬力級のエンジンを装備した。機体はアルミニウム合金、ジュラルミンが主体であったが、モスキートのような木製機や防御力を考慮し、構成構造を採用したイール2のような異端もいた。また戦況に影響を及ぼすほどには至らなかったが、ドイツは 世界初のジェット爆撃機 AR-234 を実戦投入している。第二次世界大戦が終わった後、米、ソ英、仏、中国で核兵器が実用化されると同時に東西陣営に分かれて冷戦時代に突入した。爆撃機には仮想敵国の主要部に核爆弾を落とす能力が求められるようになり、 この長距離進行作戦を実施できる機体は戦略爆撃機と呼ばれ、当然のことながら大型の機体に核爆弾を搭載した。別途局地的な紛争への対応や仮想的国周辺部への攻撃を担当する戦術爆撃機が作られたが、こちらは核爆弾運用能力のないものも多かった。エンジンは終戦直後に作られた機体以外は ジェット化され、超音速機も多数制作された。ベトナム戦争では上日の核攻撃を前提として、開発された爆撃機は、その搭載量から、通常爆弾による、戦術、戦略撃、いわゆる北爆に用いられ、折しも発展しつつあった、死対空ミサイルや濃密な対空方陣地に、多大な被害を受けた。また、戦闘攻撃機トーネード IDS が9トン以上、 FA-18C は7トン以上の爆弾類を搭載できるようになり、第二次世界大戦時の爆撃機並みの搭載量を持つようになったが、爆撃機も B-52H は27トン、B-1B は34トン、B-2A は22トンと搭載量が増加している。核兵器のような大量破壊兵器を使用する場合には、爆撃機のような搭載量は、 必ずしも必要なくなり、爆撃機部隊を維持するコストもかかるため一定規模の爆撃機部隊を有している国家は激減した。戦略目標の爆撃に戦術機の戦闘攻撃機で核兵器を投入できるようになり、明確な戦術機と戦略機の区別もなくなった。ただ、戦略目標攻撃の爆撃機の価値が下がったわけではなく、大陸間弾道ミサイル。 潜水艦発射弾道ミサイルと共に戦略核兵器の三本柱の一角であることに変わりはない。爆撃機は核弾頭付き巡航ミサイルを発射する能力があり、発射後に機体を呼び戻せる柔軟性も持ち、前方に展開し戦力を誇持し、威嚇にも使える。また、航続距離の長さと搭載量の大きさを生かした地上部隊への長時間にわたる近接航空支援や、 戦闘爆撃では搭載が困難な地中貫通爆弾を運用できる利点が湾岸戦争以降の国際紛争において極めて有効に働いた。爆撃機一覧も参照楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。